九。翌日、猪熊のある家で、むごたらしく殺された女の死骸が発見された。年の若い、太った、美しい女で、傷の様子では、よほど激しく抵抗したものらしい。証拠ともなるべきものは、その死骸が口にくわえていた口葉色の水管の袖ばかりである。また不思議なことには、その家の見ずしをしていたアコギという女は、同じところにいながら薄手一つ負わなかった。この女が検非違使町で調べられたところによると、大体こんなことがあったらしい。大体というのは、阿漕が天性白地に近いところから、それ以上容量を得ることが難しかったからである。その夜、阿漕は、夜更けてふと目を覚ますと、太郎次郎という兄弟の者と謝金とが何か声高に争っている。どうしたのかと思っているうちに、次郎がいきなり太刀を抜いて謝金を切った。謝金は助けを呼びながら逃げようとすると、今度は太郎が刃をくわえたらしい。それからしばらくは、ただ二人の罵る声と謝金の苦しむ声とが続いたが、やがて女の息が止まると、兄弟は急に抱き合って、長い間黙って泣いていた。アコギはこれを槍戸の隙間から覗いていたが、主人を救わなかったのは、全く抱いて寝ている子供に怪我をさすまいと思ったからである。その上、その次郎さんと申しますのがこの子の親なのでございます。アコギは急に顔をあからめてこう言った。それから太郎さんと次郎さんとは、私のところへ来て、達者でいろよと申しました。この子を見せましたら、次郎さんは笑いながら頭をなでてくれましたが、それでもまだ目には涙がいっぱい溜まっておりましたっけ。私はもっとそうしていたかったのでござりますが、二人とも大変に急いですぐに外へ出ますと、大方琵琶の木にでもつないでおいたのでございましょう。馬へ飛び乗ってどこかへ行ってしまいました。馬は二匹ではございません。私がこの子を抱いて窓から見ておりますと、一匹に二人で乗っていくのが、月がございましたからよく見えました。その後で私は、主人の死骸はそのままにして、そっとまた床へ入りました。主人がよく人を殺すのを見ましたから、その死骸も私には怖くも何ともなかったのでございます。検非違使には
やっとこれだけのことがわかった。そうしてアコギは、罪のないのが明らかになったので、早速自由の身にされた。それから10年余り後、尼になって子供を養育していたアコギは、丹後の神何がしの随人に、行友の名の高い男の通るのを見て、あれが太郎だと人に教えたことがある。なるほど、その男も薄い芋で、しかも片目つぶれていた。次郎さんなら、私すぐにもかけていって会うのだけれど、あの人は怖いから。アコギは娘のような品をしてこう言った。が、それが本当に太郎かどうか、それは誰にもわからない。ただ、その男にも弟があって、やはり同じ主人に仕えるということだけ、その後、かすかに風聞された。